かな。始まってるの。始まってます。あ、これ聞こえます。おい、どうなんだ。4月と6月のワンマンライブで店長から、あ、店長っていうのはドリームクラブを作った方なんですけど、その方から指令がありまして、4月のシャープ1では延べ1万人の集客を目指すこと、6月のシャープ2では7月8月は対バンを中心に活動していくという指令を受け、現在活動しております。はい、この前ね、対バンの情報が公式ホームページに掲載されました。私たちの対バン活動、はい、ダダン、ダダン、映ってるかな、はい、はい、あ、いい感じかな、うん、はい、オッケー、ごめんごめん、はい、はい、私たちの対バン活動、スイートスイート道場破り玉というツアー名で、7月8月と活動していきますが、うん、この対バン活動、実は私たちホストガールが自主的に運営してるんですよ。自主的ってどういうこと？そう、実はね、うん、この企画、直役のマリコ様がみんなとの会議の時に提案してくださって始まった企画で、うん、で、どこの対バンの場所に出るとか、あとは何人で出るとか、うん、あとはね、どんな歌を歌うかっていうのも全部私たちで決めています、うん、そうなんだ、うん、あのね、今ね、音がちょっと聞こえなかったみたいだから、今のフレーズもう一回言ってもらってもいいですか。あの、自主的に活動、対バンしていくとはどういうことなんですか、高城さん。はい、高城、説明しちゃいますね、はい、はい、実はこの企画、直役のマリコ様が、うん、みんなとの会議の時にね、提案してくださって始まった企画になっています、はい、で、どこの対バンの場所に出るっていうのとか、うん、あとは何人で出演するっていうのとか、うん、あとはどんな歌を歌うかっていうのも全部私たちで決めています。はい、はい、そうなんだよね、はい、うん、マリコ様が対バン隊長となって、うん、実は活動しているんだよね。そう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 、そうだから、あの、道場やだからね、道場破りっていうネーミングにもなってて、スイートスイート道場破り様というツアー名になったんだよ。そうです、ね、ですので、ぜひ皆さん、はい、私たちの裁判活動を応援してくださいね、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そして現在発表できる裁判情報、これからね、はい、ちょっと紹介させていただきます。じゃじゃーん、じゃじゃーん、はい、まず一つ目は7月14日木曜日に、うん、アイドルフラワーシャープ12、うん、こちら会場が四ツ谷ライブインマジックとなっております、はい、で、こちらのライブに出る劇団ドリームクラブの出演者はのの役のみゅちゃんとなっております。そうなんです、一人なんで応援してあげてね。応援してあげてね、はい、ちなみに開演19時15分になってます。はい、はい、じゃあ、あともう一つ2つ目あります。はい、はい、よいしょ、じゃじゃん、じゃじゃーん、はい、2つ目もこちら8月3日水曜日に、アイドルフラワーシャープ13に出演させていただきます。こちらも会場、先ほどのライブと同じ四ツ谷ライブインマジック、開演が19時15分からとなっております、はい、こちらのライブには、劇団ドリームクラブからリホ役の鈴木はるかちゃんと、はるか役の伊藤舞ちゃん、キョロちゃんが出演します。はい、はい、今のところ決まっているのはこの2つの出演が決まっております、うん、ね、これからもどんどん、ま、直前になっちゃうかもしれないんですが、対バンの場所などね、また広がっていくと思いますので、うん、はい、皆さん公式ホームページチェックしてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。
はい、はい、それではね、放送の方を早速ね進めていきたいと思います、はい。この劇団ドリームクラブショールーム展では原作のドリームクラブ同様延長モードが搭載されております。5000ポイント突破したらなんと20分間の延長があります。イエーイ。そして7500ポイントを突破したら、はい、ドリンクを開放しますよ。いやー、ということでね、うん、延長してから ETS モードになるという原作に近しい状況になっておりますので、視聴者の皆様、ぜひお早めのギフトよろしくお願いします。お願いします、はい、飲ませろ飲ませろ、飲みたい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 、はい、とね、はい、言っております。はい、ね、はい、では本日のテーマはですね、はい、私が今欲しいなと思っているものです。欲しいなと思ってるもの、欲しいなと思ってるもの、お気になるな。はい、じゃあね、早速、うん、一番手呼んでみたいと思います。はい、まず一番は遥か様役、キョロちゃん。わー、キョロちゃん、キョロちゃん、どうぞ。パチパチパチ。はい、こんばんは。こんばんは。遥か役の伊藤舞です。よろしくお願いします。お願いします。初めて一番最初に来たから、はい、そうだね、そうだよね。大体さ、その、うん、みんながなんとなく喋ってるのに、うん、流れが ね、 流れがね、うん、あったんだけど、今日はね、うん、自分から作らなきゃいけないのかっていうのがちょっとドキドキ。トップバッターですよ、うん、はい、なんですが、うん、はい、今欲しいな、うん、欲しいな、欲しいもの、欲しいものね、うん、いや、いっぱいあるんですけど、ついこの前、うん、あ、欲しいって言っちゃったのが、うん、絶対買えないんだけど、あの、うん、車欲しいなって最近ボソッと言った時があって、車、それもね、私免許持ってるんですよ、持ってるの、なんか迷ったりしないの、いや、それがすごい迷うから一人で、やっぱりそうなんだ。だから、あの、操作はできるんですよ、うん、操作はできるんですけど、あの、道が分からなくて、絶対その隣に道が分かる人を乗った状態でしか運転したことがなくて、うんうん、それ道図も読めないからカーナビがあっても無駄だよね。今カーナビはって提案しようと思ったんだけど、そうか、カーナビも使って運転したことはもちろんあるんですけど、その、なんかカーナビってこの先何百メートルとか言われても、あの、分からないんです。この先何百メートルが分からない、そう、感覚が。なるほどね、だからなんかさすが、信号の数がって言われてももうごっちゃごちゃなので、そんな余裕ないし、そうなんだ、そう、だからなんか最近のナビってもっといいのないのかなって、それと同じって言ってくれてる人がいるから、仲間もいたね、よかったね。いや、車が欲しいが仲間なのか、道がわからないが仲間なのか、どっちかちょっと重要だね、重要かも。でもその気持ちわかるって言ってくれてる人もいるので、ね、曖昧だもんね、緊張しちゃうよね。あと何百メートル右折ってことすると、そこからこうガチガチになるんですよ。これじゃない、これでもないみたいな。あ、両方だって、車が欲しいのも、ナビがちょっとよくわかんないのも、そう、それも、そう、なんでそう思ったかって、この前ちょっとね、実家に帰ったんですけど、その時に約2年ぶりくらいにハンドルをね、握りました。2年ぶりって怖いね。ちょっと大免許取ってから別にすごい運転してたわけでもなく、本当にその何、免許取っても1年にその2回とかしか帰らない実家に帰った時にだけ、そう、運転する程度だったんだよ。だからそれの約2年ぶりでハンドルを握り、ただあまりにやばいと思って、妹が横に乗ってて身を持っててくれて、で、妹は犬も抱っこしてたのよ、うちのの状態で、そう、運転してたんだけども、妹がすごい私の運転が下手だったみたいで、その電柱がね、左とかにそのヒュンって出てくるために、もう私目開けてられないって、すごい、2年ぶりだもんね、相当ブランクあるよね。まず一発目に、あの、サイドブレーキを、あの、普通外すっていうのかな、うんうん、カチャってね、そう、外し忘れて走ってピー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 なって、やばいと思って、何でなってるんだろうとか思いながら、助手席に絶対誰か乗ってないと危ないね、うん、でもね、久しぶりに運転したらすごいなんか楽しいなって、楽しかった、で、まあ、道は分からないですけどね、けどなんかこれもうちょっとちゃんと乗りこなして道も覚えたら、なんかもうちょっとその行ける範囲が広がるから、そうだね、ちょっとドライブがいいなと思います。いいね。妹さんはさ、あの、方向音痴じゃないの？いや、もう逆で全然大丈夫なの？
そうめちゃめちゃ1回行けば絶対覚えるし、あそうなんだ、そうなんなら一緒に車とか乗ってると、うん、なんかその、うん、何運転とかしてなかった頃、うん、2人とも後ろの席でまだ子供でキャッ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 てた頃も、うん、そのあここって段差いっぱいあるところだよねとか言い出すと車がボンボンって揺れ出したりとか、なんかもう道の形状とか細かいところまで覚えてて、ね、結構やっぱり正反対っていうか、足したらちょうどいい、そうだね、足したらちょうどいい、ちなみに何色の車が欲しいの？それが、うん、そこをすごい悩むんですよ。悩むよね。色大事よね。うん、実家はねピンクと緑があったので。ピンクと緑かわいい。母親がピンク乗ってて、うん、妹が緑に乗ってたの、うん、で。そういうのもいいけど、なんかみんなんかどういうのがいいんだろうって私も考えて、うん、なんか昔なぜか茶が欲しかったのね。茶色？なんかシックに決めてみたかった時があって。ちょっとねシックな。うん、でも車ってその乗って思ったんだけど、その妹が乗ってる車に乗ってみたりとか、母親が乗ってる車に乗ってみたりとかして思ったけど、あれってなんか第二の部屋みたいじゃない？そうだね、お部屋みたいだよね。だからその妹の車乗ると妹の好きな曲が流れてて、さらにその好きなアーティストのグッズがめっちゃ置いてあったりとかして、あ妹の車っぽいなって思うし、ね、ね、お部屋だね確かに。で母親の車に乗るともう母親のグッズがいっぱいあるわけじゃないですか。って考えると、なんか私はもうちょっとポップなものを置きたいので、そうだよね、茶じゃないなと思って。でもディズニーだらけになりそうだよ。ディズニーとかミニーいっぱい置いてありそう。そうそうそう。ちょっとぬいぐるみがね、うちにいっぱいいるので、うん、ちょっとあの、その一緒にお供する子をね、やっぱ入れたいじゃないですか。そうだね。ってなると、茶じゃないなと思って。うんうんうん、何色だと思いますかね？黄色。黄色。うん、黄色に合うと思う、すごい。黄色か。なんか青ってコメントくださってる方もいるんですけど、青は欲しいのかな、青は欲しいのかな、欲しいのかな、でもキョロちゃんに似合うという。そうだからその、うん、単純に最初ドライブが楽しいなっていうので、うん、車いいなって思ったんですけど、うん、それだけじゃなくてその、うん、部屋みたいだなって思った時に、そのもう一つ自分の空間ができるワクワク感がいいなと思って、うん、その最近その車の中どうしたいとかそういうのを考えるのが楽しい。あそうだね、うんうんうん、そうか、ぬいぐるみだらけになっちゃうね。そうですね、ちょっとね、うん、ぬいぐるみたちを傷つけないようにちゃんと、うん、ね、安全運転で、ね、うん、ぬいぐるみたちに見守ってもらわなきゃ、うん、いいね、うん、ちょっと赤っていうコメントをくれてる方も、うん、赤もいいね、なんかそういうピンクとかさ、うん、なんか弱いパステルカラーみたいなのよりは結構原色系の方がいいかもしれないかな、赤とかなと思う。ゴールドとかいいんじゃない？ゴールドない？あるよ、ゴールド。ゴールドとかなんか、はるか様の髪の色すごいかな、そこから来てるのかな。うん、ねえ、ね、いいね、本当だよね、うんうんうん、他にキョロちゃんに合いそうな色ありますか？どう出るかな。でもやっぱりさ、なんか目立つ車の方が、うん、なんか結構いろんな人に察知してもらえるから、うん、なんかそこなんでそこいるのみたいに言ってもらえそうじゃんの。みたいな。そうそうそう。注目してもらいやすいかも。そこ道違うよみたいな。さっきどこどこ行くって言ったのにみたいな。なんか目立つのに乗ってみんなからサポートしてもらうみたいな。そうそうそう、サポートしてもらった方がいいかもしれない。確かにね、うん、ちょっとね迷うとか。遭難する人は派手なもの着とけみたいな。そうそうそう、そういう感じ。ね、あのなんかね、ちょっとあれなん今、うん、コメントで、うん、なんか舞台が好きだとかね、舞台見るのが好きだよっていう人とか、初めて来たよみたいな人がいたんだけど、みさみさ説明してあげて。はい、この劇団ドリームクラブ、うん、私たちの団体の説明ですね、うん、はい、私たち劇団ドリームクラブというのは、うん、D3 さん、 D3 パブリッシャー、失礼いたしました、 D3 パブリッシャーさんから発売されています、恋愛シミュレーションゲームドリームクラブが原作となって、活動しております、うん、こんな感じ。すいません。もうちょっとね、はい、もうちょっと入れましょうか、はい、じゃあもうちょっと改めて説明させていただきます。私たち劇団ドリームクラブは、テレビゲーム会社、D3 パブリッシャー公式の劇団でして、ゲーム会社さんの許可を得て精力的に活動しております、うん、まあ、今年4月に、うん、4月と6月にワンマンライブを終えまして、でまた7月8月に今度は、対バンにね、出演する予定が今現在
出ております。はーい、ありがとうございました。カミカミでしたね。カミカミでした。はい、なんかね、派手なのが好きなら、戦車？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 戦車はどうですか？戦車は、それはまた別の免許を取らなきゃいけないやつですか？わかんない。戦車って免どんな免許がいるの？免許でも免許どうなんだろう。普通の車で乗れるの？あれ。乗れるの？なんか。まず大型、ね、何が大型あの人はなんかまず叱るべきのところに所属しなきゃいけないのどうなんだろうねアスファルト割れるぞって感じそうね、びっくりしちゃうね、ちょっとびっくりだよねだからキロちゃん出てきたらちょっとびっくりするよね本当なんか乗って私、うん、パカッあらまーみたいなでしかも迷ってるんですよ戦車で超迷惑やばいやばい迷惑すぎるわいやでも普通の車の免許取るのにも結構苦労したんですよ。そうなの？そうなんだ。もうどっちかっていうと各方よりもあのこっちの方がね、うんうんうん、実技の方がね。そうね。S 字クランクとかどうだった？ああ乗り上げたりぶつけたり。あ本当。そうなんですよ。こう S 字に行くところとこういうね。ねこうカチカチカチみたいな。難しそう。え何持ってないの？持ってない。あそうなんだ。そうなの。そうだね。大そうだね。こっちいると。なんか自動車いらん、うん、全然必要ないじゃん、うん、そうだよね電車でさ全然もう何分後に電車なんかもう5分後に電車が来るじゃん、うん、私はやっぱ感動的だったんだけど、うん、なんかあの駅のホーム登ったら電車来てるみたいな、うん、あだから全然考えなかったな感じだよね、うん、なんか電車で思い出しちゃったんだけど、うん、ちょっとね車からそれます、うんうんうん、実家にね久しぶりに帰った時に、うんうんうん私あまり実家に住んでた頃電車を使わなかったんですけど、うん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 、電車で駅まで妹と一緒に帰った時があって、うん、うちの最寄り駅ね改札がなかったえなんかすっごい田舎なんですよ改札がないあのだからその乗ってきた時の切符持ってるんですけど、うん、降りた時にあ入れるじゃないですか、うん、あ降りた時の切符そのまま持ってるんです私今え切符通さないの通すとこがない自分でそのままお持ち帰り多分本当だったら駅員さんとかに渡すとか置く場所があったらしいけど私は見逃してしまってそれを切符って言ってる間にもう外みたいなそうなんだあるのこうないないないあのドアがあるないんだなんかその待合室みたいなとこがあってドア開けるともう目の前電車みたいなすごいあ無人駅そうです無人駅あ無人駅たまにいる昼はいる夜はいないみたいな感じです、ね、そうなんだでも今こっちの無人駅でも P はあるよね、うん、あるあるあるそうなんですそれにちょっと自分で何電車に乗ってなかったから、うん、乗った時にびっくりした出来事そうなんですねあとねなんかさっき、うん、北海道では戦車が公道走ってるんだってえ驚きそうはいかわいいじゃあそうなんだそんなに珍しくないんですかね珍しくないのかなわかんない広いところでは悠々とね悠々とね走っていらっしゃるのかもしれないですねちょっと調べて見てみたい、うん、その映画もね調べてみましょうはい、じゃあそんな感じで、キョロちゃんの欲しいものは車です車でーすはい、じゃあ裸役キョロちゃんありがとうございましたありがとうございましたそんなところでですね、現在目標ドリンクの解放まで何ポイントですか2700ポイントなんと2700ポイント皆さんありがとうございますもうちょっとねお願いしますお酒飲めます飲めますお願いします、 お願いしますはい、はい、そんなわけで次のゲストをお呼びしましょう、はい、野々村役みゆちゃん、はい、アイリ役もえちゃんお願いします、はい、お願いしますなんか来たお知らせあれみんな入るかなみんな入るかな入ってるかなよいしょどうぞどうぞはいみゆはいみゆマイミュー画質超悪いねいや本当だねこれ大丈夫これこの画質こんな感じなのかなごめんなさいなんか今日ねちょっとねおかしいみたいで、ね、もしかしたらあの途中からまた復帰するかもしれないので、うん、ね、あの3体目ちょっとすげーお願いしますねはいあじゃあ改めてミュウちゃんとミュウちゃんの見せなきゃいけない何ただ何も見えないんじゃないか説なんだろう何見えないなミュウちゃんが素敵なね今日ね、はい、着てきたの、うん、あっダラン。ダラン。おのののの服を作ったの、うん、すごーいこれ自分で描いたの油性ペンで描いたのそうのののあったんだよ今のののが見えたそうそうすごくないのののが着てる T シャツなんだってかわいい T シャツえかわいい
すごいよね、本当に。手作りショールームの時のためにすごい。本当はのののの私服これだと思ってて作った、間違ってて、うん、この画像を見てね、画像を見てこれだと思ってたら間違ってて、しょうがないからショールームで着ようってなって。みーちゃん、かわいい、かわいい、かわいいよね、すごいね、欲しいでしょ、すごいすごい、すごい欲しいね、欲しい、作ってあげるよ全部。すごいね、これは、はい、みんなおーって言ってる、悪すぎてね、ちょっと悪いけどね、アイリーの私服であるやつ、アイリーの私服とかね、そうだね、みんな、みんなのやつ聞いてたもんね、この英語、英語だから、そう、英語だから、なんて書いてあるのかな、なんて書いてあるのって、ね、みんな教えてくれてありがとうございます、うん、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ早速ですが、あ、先に宣伝をしていいですか、本当、はい、先に、じゃあお願いします、なんか時間がタイトになるかなと思って、そっかそっか、先にしようかなと、この日に向けて今欲しいものは愛と勇気です、で愛と勇気から始めようと、はい、そっかな、愛と勇気が欲しいですというわけで、ちょっと待ってくださいね、今、ちょっと画質がこんな感じなので、一旦またすみませんが、パカッ、閉めまーす、もう一回、もう一回やるので、ちょっと待っててね、すいません、パカッ、映った、映りました、お待たせいたしました、ごめんなさ い、なんか、ほら、綺麗になったでしょ、すごく綺麗な感じ、だから、みゆちゃん、あの最初からやり直しましょう、もう一回行こう、はい、もう一回、もう一回、これをね、見えるか、そう、あ、見えた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 、この T シャツを、あ、近すぎた。うんうん、大丈夫、よかったよかった。作ったんだよね。そう。一緒なのです。手作り、撮りましたよっていう話をしてた。はい、撮りました。のの T シャツ着てきれいました。あとね、みさみさがね、顔半分しか映ってないからね、もうちょっとこっちにおいで。入ってるかな、おいで。うん、入った。うん、なんか。あ、ごめんなさい。こっち、こっちいいよ。こっち、ちょっとキュキュってなっちゃうね。キュキュってしてください。はい、そしてこれですね、はい、はい、さっきも話にありましたが4月24日ですね、はい、合同撮影会を、ちゃんとアイリー様と合同撮影会をやります、はい、まさーい、4月24日日曜日ですね、うん、はい、場所書くの忘れた、もしかして、場所書いてないね、場所どこか忘れちゃった、スペーシーな、そう、そう、2人のね、すごい、あ、ね、宇宙空間みたいなスタジオなんだよね、そうそう、で、時間は、時間はね、うん、二部制ですな、二部制になってて、はい、一部が、一部がアイリー様メインの撮影が14時受付開始で、午後の16時開始のやつはのののがメインでやるやつですね、はい、ちなみに場所が、スペーススタジオ、あってた、スペーススタジオ、あ、有楽町線の江戸川橋駅なんだって、最寄りが、うん、徒歩5分、近いね、近いね、だからぜひね、ぜひお願いします、はい、楽しみですね、はい、もう一つ、もう一つ前かな、前の前かな、ルルン、ルルン、先ほど、先ほどもさせていただきましたね、うん、のの一人で殴り込みに行ってきます、はい、14日もうすぐです、もうすぐです、うん、ちょっと一人で不安だけど頑張ってくるので、そうなんだよ、応援しに行ってあげてください、ぜひ応援に来てください、はい、よろしくお願いします、うん、7月14日木曜日ね、場所が四ツ谷ライブインマジック、私ここで前ライブしたことあるの、あ、そうなんだ、そうなの、懐かしのライブハウスなのでね、再び、うん、再びマイルとそこに戻ってきた、今度はのののでいくってことだね、そうだね、楽しみだね、頑張ろう、そんな感じです。はい。はい。ありがとうございました。お願いします。はい。さてさて。さてさて。はい。さてさて。そうだね。はい。はい。今、欲しいなと思ってるものです。どうぞ。欲しいものね。何なんだろうって思ってて。うん。何なんだろうね。え、でも、何なんだろうね。出されてるのかな、もう。何なんだろうね。何だろう。でも、あの、プーさんはずっと欲しくて。プーさん、プーさん。そう、プーさんは好きで、家にも何体かいるんだけど、そう、いつでも、ぬいぐるみが欲しいってことね、プーさんの、あ、本物いたらそれはもうもちろんそうですね、本物いたらね、ベトベトしてそうだけどね、初めて食べたらね、ベトベトしてそう、本物ちょっと冬以降に来てもらってぬいぐるみさんはね、来てほしいなって思ってるんですね、なるほど、そうなの、ちょっとね、
まだ見つからない。ちょっと、ま、もうちょっと、もうちょっとやって。ディズニー行くとさ、その期間限定の、うんうん、ミッキーとかミニーちゃん、ぬいぐるみ出てるじゃない、うんうん、出てる、プーさんも出てるのかな。プーさんも、うん、あの今年の正月はあの猿年だったから、うん、猿の、あら、着ぐるみが来たプーさん。かわいい。あの、リュックに、うん、そう、ついてるの。リュックについてるの。いらっしゃるんだね、そこに。いや、待っててね。ラッピーが、あの、語っててください、どうぞ。見つけられない。そもそも、どうしてアイリちゃん、アイリちゃん、アイリなのです、アイリなのです。どうして何ですか、何ですか。どうしてアイリ様は、萌えちゃんはどうしてプーさん好きになったの。でも、ちっちゃい頃、うん、なんだろう、もともと多分絵本とかを親も多分買ってくれていて、あ、プーさんがね、そう、うんうん、プーさんとかティガーとかティグレットとかいたんだけど、うんうん、その中でもなんかプーさんがずっと記憶に残ってて、うん、あ、そうなんだ。そう、なるほど。あ、こちらですね。あ、おさむさんだ、本当に。かわいい。ちょっと近づけてみます。こんな感じなんだって。おさるさんの顔もね、かわいくって。かわいいです。そうかね。めっちゃかわいい。勉強になった。勉強になった。勉強になった。取れるの？取れるの？待って、そんな切ないの？え、切ないの？泣かなかった今の。
ないようみたいな感じ。いやなんか燃えないようにじゃなくて、火の輪は火の輪じゃなくて、うん、これにくぐる。すごいエコだね。エコだね。あの手術出ないね。そう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 。そういうお話の。危険じゃないよね。危険じゃない、ね。そう危険じゃない。すみっこ暮らしでさ、一番最後に出たさ、雑草？雑草？雑草がすごい気になるから、ちょっと画像見てて。雑草ってどういうことなのか。ホコリとかもいるよ。ホコリ？ホコリっていうキャラクターもいるよ。あ、本当？うん。雑草？ホコリだと思うんだ。響きが結構可愛い。ホコリちゃん。可愛い、確かに。ホコリはこう掃除をするとあの分裂していっぱいになっちゃう。なんかあの、あれみたいなね、真っ黒クロスケ。真っ黒クロスケみたいなも。なるほど、なるほど、なるほど。ね。あと汎用ウサギっていうのがいるんだけど、あー耳高いやつね。グルーミー知ってる？知ってる知ってる。なんだっけ、聞いたことある。なんか分かると思う。飼い主のことを食べようとするグルーミーがいるんだけど、分かる気がする。それのストレスで主人公が作ったのかな、なんか神経を抜かれたウサギがいるのね。なんかかわいそうなんだけど、ボタンが叩いたり飛ばしたりとかできるような汎用ウサギっていうのがいて、それも好き。それもかわいそうじゃん、なんか、かわいそう系が好きなの。かわいそう系が好きなの。でも見た目すごいかわいい。すごいかわいい。そう、うん、T シャツ着てたもんね。T シャツ練習で稽古着で着てたね。パーカーついてたね。そうそうそう。あ、そうか、あれそうなんだ。あれ耳がついてるやつ。そうかわいい、ね、超かわいい、ね、超かわいいの。そんなかわいそうな話に朗報ですが、あともうちょっとで1800ポイントぐらいでドリンクが開放されるみたいですよ。やったで、皆さん酔っ払っちゃう、酔っ払っちゃうよ。帰りが大変よ、大変。私すぐ酔うからね。本当だよね。そうだね。でも今日みさみさんの膝枕が受けられない。ここに来な。わかった。ここに来な。下から下から這い出してくるの。でも横からのチャンスもまだある。全然。あ、なるほどね。こっちからね。いつでも来て。わかった、ありがとう。もうね、ちょっとほろ酔いのみゆちゃん可愛くてね、毎回膝にね、あの頭乗せてくるの。すっごい可愛いの。肘枕って噛まないで、そこで。肘って言ってたよ、今。膝だ、膝。膝ね、膝。膝よ、膝。見えてないから、そこで。もうちょっと上げなきゃ。もうちょっと上げて。上げて、上げて。映ってんの、それ。あれ、ごめん、ちょっと映ってる。映ってる。見えない、上手。ピザ枕。あとさっきみゆちゃんじゃないや、萌ちゃんの腕が白いって言ってたよ。腕が白いって。本当だ、本当だ、本当だ、白い、ね、みんな日焼け気をつけて。みゆちゃんもみんな白いよ。みゆちゃんの方が白いよ。本当に白いよ。みんな白いよね。焼けたら赤くなるタイプじゃない？不健康な。はい。どう向き？あ、こう向き？向かった。これ何？今何をやってらっしゃるの？白い。旅行かなって。ね、気をつけてね、日焼け。そうだよ。海行くからね。あ、そうだね。この間その話してたよね。シュノーケル行くんだって話してたよね、私。してた。シュノーケル。で、なんか一応予定を組んだの。予定を組んだんだけど、もしかしたらライブが入るかもしれないよっていう話をしたら、そしたら俺もライブ行くよって言って。どうだ。これはいい。サイリウム2本買ってた。早速。で、いいね、もう箱 DVD を見ながらずっと練習してる今。いいパパだ。もしかしてその裁判ライブ行ったらのののさんのパパと一緒に助けてくれるかもしれない。14はちなみに来てくれる。あ、ほんと。そうなんだ。会社を早退して。会えるかも。だからみんな会社を早退していらして。はい、じゃあ私も頑張って、私たちも頑張って早退して、みんな頑張っていって、ちょっとね、気合いに早退しようか。はい、最後の方だけでもいいから来てほしい。はい、うん、じゃあ2人には、うん、ね、撮影会に向けて一つずつなんか意気込みとかお願いしようかな、最後に。だって、おっと、うん、意気込み、何でしょう。すごい緊張してるんだよね。うん、そうだよね。撮影会って分からなくて、うん、撮影会は撮影会だよみたいな説明なんだよね。そうだね、うん。大丈夫だよって。大丈夫、全然大丈夫じゃない、ね、大丈夫じゃない。みさみさんにもっとお話を聞いて、そうね、うん、その当日連絡したね。フリーズ状態になるんだよ。そう、ああ、ちなみにあのマリ様の見学してどんな感じだった？でもね、うん、本当にマリ様の場合はもしかしたらちょっと特殊なのかもしれないんだけど、うん、まあマリ様をね、皆様こう撮影してるんですけど、うん、特に BGM も流れず、うん、シャッター音だけがカシャ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 カ
空間なのかも、うん、あすごいなんか ね神聖な、なんかすごい荘厳なね、そう口出しできなかったの今口出しでこう、もう静かにこう、へえ緊張するよりなんか逆に、アイリーのの撮影会は結構こう、楽しい BGM 流れてなんか確かにポップな感じがする、うん、感じがいいかも、なんかね、そうそうそう、キャラごとにその撮影会の雰囲気が違うっていうのも一つの魅力だと思う、醍醐味なんだね、確かに、そうなんだ、うん、それそうね、ちょっとじゃあ長そう BGM、うん、じゃあ2人でね、これから決めてあ、ちょっとうーんってされてる、うーんってされてる大人の人がちょっと大人の人がうーんってしてるぞ、じゃあのののちゃんに歌ってもらってその中でののが歌って、うん、そうだね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 、お互い撮影してる間に、うん、歌うね、うん、そうしよう、邪魔じゃない？邪魔だよね、写真撮ってる、大事、ね、どっち見ればいいのみたいになるよね、じゃあね、最後にこれね、もう一回宣伝して終わりにしましょう、はい、見えてる？見えてるかな、2人の顔が見えなくなったかな、このくらいかな、見ればいい、はい、はいはい、お願いします、じゃあ、7月24日日曜日、はい、うん、アイリーのももさん合同撮影会があります、はい、まだまだ大丈夫なのかな、まだ、うん、まだね、募集中なの で、はい、ぜひぜひ来てください、で、ね、はい、初めての激撮りライブまだ行ったことないよって人も、ね、うんうん、全然どんどん来ていただいて、うん、まずアイリーのものから知っていただいて、そうですね、すごくね、は、うん、みんなのことを来てみんなのことを知ってもらって、うん、っていうのもありかな、はい、そうだね、うん、予約はホームページからできるんですか、はい、はい、じゃあお願いしますので調べてみてください、公式ホームページに載ってます、お願いします、お願いします、はい、ではそんなわけでのもの役みゆちゃん、アイリー役萌えちゃんでした、ありがとう、ありがとうございます、バイバイ、すごい、お、ドリンクまであと1400ポイント、じゃあ、あのですね、ここでね、うん、ついに、あの、社畜選手が、あ、噛んじゃった、社畜選手が、ショーライブにやってきました、お疲れ様、アンテナくんの、サオちゃん、はい、サオリー、皆さんのお待ちかねの、今日ら来たよ、マジか、マジですよ、来た、来ましたよ、お疲れ様です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 、いやもう自己紹介お願いしますよ、もう、はいはい、どんとお願いしますよ、はい、見えます、はい、見えるかな、見えるかな、アスカ役の鈴原沙央です、はじめまして、はじめまして、そう、いつもね、ここのね、視聴者のところにね、いてくれてて、そう、お仕事だったんだよね、あの、今日は実は、有給という魔法を使ってここに来ました、魔法だ、それ最強の魔法です、はい、すごいね、有給使ってきたんだ、そう、よかった、でも来れてね、1回は出たかったから嬉しい、そうだよ、もう今日稽古場来た時にね、もう嬉しかったもん、そう、なんでサオっているんだもんって、いや、あの、この2人そんなに反応してなかったから、ね、いや、だってみんな、本当、私超思ってたよ、私も、久々になんでいるのって、いやいやいや、いやいやいや、いや、私も思って、ちょ、萌えちゃんとかは、え、サオちゃん、サオちゃんなんでいるのって萌えちゃん言う、今の萌えちゃんの真似って言ってたのに、みさみさとホタテちゃんは違う違う、シャープ1よりも
ちょっと慣れてきたかなっていうのはやっぱりあって、うんまあ、特に昼公演は自分の中では、まあ、特にアスカの持ち歌は前よりはうまくできたかなという気持ちはあります。おすごい完成度が高かったもんね。いやでも、うん、でもあの夜の部にちょっとバテちゃったのが残念で、うん、最初出だしは良かったんだけど、うん、途中からちょっと声が持たなくなってきちゃって、うん、それがすごい心残り、もう本当に心残り、うん、そうだったんだ。でも全然感じなかったよ、うん、そんなに、うん、本当にありがとう、ありがとう。ちょっと待って、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 ちょっと、ね、それで、はい、はい何これね、何これ。え、いいのいいの、ほっといて。そんな感じだった。私も視界に入れて、お願い。入ってる、入ってる。とりあえず入ってるから大丈夫。うん、とりあえず入ってる。そう、オッケー。とりあえずのオッケー。とりあえず入ってるからね。オッケー。はい。スタミナね。スタミナね。スタミナね。ダメだ。なんかコメント読んじゃうと喋れなくなっちゃうね。嬉しいもんね、コメントいただけるのがね。そう、スタミナはね、もうね、私たちもね。スタミナつけてる。え、でもすごかったよね。そうかな。ノコ。おしゃの子からの、うん、ドラゴンレディーからの全体曲っていう。そうだね、きつかったな、きつかったね。そうだよね、そういうのやばかったな、やばかったな、あれね、やばかったな。え、でも本当にすごかった。え、絶対バテちゃうって。バテてたよね、バテてた、バテてたんだよね、実際バテてた、実際バテてたんだよね、うん、もう夜はもうアドレナリン出まくってたから、あのおかげでアドレナリン出まくってたの。アドレナリンって興奮剤、興奮だよね、うん、いいんだよね、面白い。なんかみかみさんがアドレナリン出てるってだけで私は面白い。え、ちょっとさ、どうした、興奮剤打ってたの。ちょっと頭のいい言葉使いたかったの。あ、そうなのね。じゃあとりあえず置いといて、ごめんなさい。さおちゃんの話聞きたいから。そう、聞きたい、聞きたいね。うん、いや、え、まだ酔ってない。なんだ、アスカの話。そうそう、うん、いや、なんか今日 の, あのごめん、いきなりテーマ言っちゃうけど、うん、今日のテーマの欲しいなって思ってるものにもちょっと通ずるところがあるんですが、何、うん、じゃあ本当に可愛い声が欲しいなと思ってて。可愛いじゃん。いやいやいや、私からしたらすごい羨ましいのって。いや本当に、もともと地声が高くはないから、うんうん、アスカの声を出すのに、うん、ちょっと頑張らないといけないところがあって。あ、そうかな、そうなの、なんかないのかな。え、本当に、うん、本当に、うん、え、そんなこと言われたの初めて。え、そうかな、そうかな、ね、私の方が低いと思うよ、てか。あ、あ、みたいな、なんかね、かもしれない。ちなみに、この子の声めっちゃいいなって思うのいる。あ、モエピー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 の声ね。モエピーの声はいい。喋って喋って、もう一回。ごめん、違う、今のは間違えた。公式の劇団でして、まあ、あの原作が恋愛シミュレーションゲーム、ドリームクラブというゲームになっております、うん、ゲーム会社さんの許可を得て精力的に活動していまして、まあ、今年の4月と6月にワンマンライブを終えまして、で7月、8月は、対バンを中心に活動していくことになっています。はい、待ってます。はい、一番ね、うん、直近の対バンですと、うん、7月14日に、のののが一人で殴り込みに行きます。 その、ね、情報とかも公式ホームページに載っているので、よかったら劇団ドリームクラブの公式ホームページ調べてみてください。はい、はいはい、そんなわけでちょっと話を戻したいと思いま す,、はい、しました。声ね、かわいい声、うん、あ、そうそうそう、萌、ね、えちゃんの声だね。モビーモビー、ここにいるんだよ、うん、ここどう、あと、あの、あ、ごめん、ちょっと言ったけど、じゃあ、鈴春の、うんうん、春でーす。ハルルン、ハルルンのリホ
ちゃんの真似が似てるって言われたんだけど、でも今喉の調子が悪いからできるかどうかわかんないんだけど、うん、あ、どうぞ。ふたがりほです。あ、ダメだ、似てる。でも今のちょっと上、今のちょっと上。ふたがりほです。ふたがりほです。今日はどうもありがとう。今日はどうもありがとう。似てる似てる似てる。こうやってやってる。じゃあ本人に OK もらったので、うん、公認で公認でいきます。うん、私たちはね、声優さんではないんです。そのゲームがあって、もちろん声優さんもいらっしゃって、そのゲームの 2.5 次元版、実写版という形になります ね。だからゲームのそのキャラクターを現実で演じてる役者と言った方がいいんですよね。声優って言った方よりは役者さんですね、になります。私たちはこうウィッグもかぶって、衣装も着て、そのキャラになりきってライブ活動、今ねライブ活動してて、ゆくゆくはミュージカルをやりたいなと思ってる劇団であります。はい、はい、ね、そんなんだよ、はい、もうちょっと私たちのことが知りたかったら、ぜひ公式ホームページやツイッターでも、劇団ドリームクラブの公式ツイッターもあるし、みんなもねあのツイッターやってるので、よかったら劇ドリで検索すればね、うん、すぐ出てくるから、そうお願いします。お願いします。はい、対バンも、うん、あのこれから夏対バン活動をやるってことで、うん、まあ正直今までちょっとね、うん、ワンマンだとハードルが高くて見に来れなかったよっていう人も、うん、ちょっとあのまあいろんなハードルが下がって、まあ、見にちょっと待ってめっちゃ気が散るんだけど。楽しみにしててください。はい、見にしてください。お願いします。はい、ごめん ね、何回もね話しさえ切っちゃってね。大丈夫大丈夫。うん、すごい。で、何の話だっけ。可愛 い声が欲しいんでしょ。そうだ、可愛 い声が欲しいっていうのと、あとごめん、あの全く関係ないんだけど、うん、もう一つ欲しいものがあって、何だろう、何でしょう。え、安眠が欲しい。え、安眠で寝られないの。安らかに眠りたい。え、眠り浅い方もしかして。じゃ、なんか、うん、あの疲れが抜けなくて、寝てるには寝てるんだけど、あ、分かる。でもそれは、うん、なんか普通に例えば12時に寝て、6時に起きてて、6時間寝てるはずなのに、日中すっごい眠くて、眠い。そう、なんなんだろう、なんでなんだろうね、なんでなんだろうね、うん、そう、本当にあの本当になんか、あの営業中に白目向いてる感じ。それあかんね。ダメだ、それは。本当に本当に眠いんだって。それ営業のね、の相手がびっくりしちゃう。この人白目向いてるみたいな。睡魔って恐ろしいんですよ、知ってます？すごい熱弁してますよ。本当に、うん、じゃあなんか今あの自分の中でこれかなって思ってるのが、うん、マットレスがないこと。うん、ああ、マットレスね。ベッドに寝てるんだけど、ちょっと諸事情であのマットレスがなくって、うん、ベッドの硬いベッドの上に布団を2枚ぐらい重ねて寝てるの。それは痛い。それかなって。できない。そうね。そう。ちょっとマットレス。誕生日プレゼントに買ってもらう。本当に受けてくれる？うん、私が？わあ、すごい、ありがとう。今聞いてましたよね。聞いてたね。聞いてましたよね。みさみさが私のためにマットレスを買ってくれるそうなので、うん、皆さんちゃんとあの届いたかどうかね確認してくださいね。はい。はい。あ、でもね、ホットマックね、さっきねあのコメントにもあったんだけど、ホットマックいいよ。それはやったことある、うん、やったことあるっていうか、うんうん、あの私ちょっと日曜日、毎週日曜日は夜行バスで帰ってることが結構多いんだけども、その日はこうバスに揺られながらこうホットアイマスクをして、うん、こうやってこうやりながら6時間ぐらい揺られて帰ってます、うん、あ、そうなんだ。そうか、ね、でも6時間もガタンゴトンね、うん、なってたらあんまり安眠できないよね、うんうん、まあ、でもね、あの寝てれば着くから一瞬だよ。そっか、うん、でもなんか体にはね、うん、ラデックス寝具、ラデックスラデックスだ、ラデックス、そんなのがあるの、聞いたことあるわよ。ラデックスって聞いたことあるわよ。聞いたことあるけれども、うん、聞いたことあるだけね。じゃあちょっとあのマットレス検索して、オッケー、よろしく。いいんだね。
いいいいね。そう、あと、あの枕もね大事って言うよね。そう、枕も大事かなって思って。だって今オーダーメイドの枕があるぐらい。あるある、うん、あ、そうかそうか、そうだよね。私今どんな枕を使ってるかっていうと、うん、あの某ニトリで買った、あ、はいはい、某ニトリで買った、もう言ってないけどね、あのなんか犬の、あの、そう、これくらい結構大きい、ね、なんか犬のぬいぐるみみたいなのがあって、抱き枕かなみたいなのがあって、うん、もうかれこれ3年ぐらいはその犬を下敷きにして、もう寝てるっていう。大丈夫？あ、ちょっとあのね、大丈夫。定期的に綺麗にすると復活するっていう。今さ、ちょっと待って。今さ、ちょっとさ、あのラテックス寝具について調べてくれたの。そう、価格が出てきたんだけどさ。高いな。高いな。でもあのミサミサが私のこと大好きっていうのは分かってるから。そうだよね。ね、お金で買えない価値があるとかに、ちょっと待って、ね、何そんないい言葉使うのここでねえ、ちょっとでいい言葉使わないで、私の安眠はあの、うん、お金に買えられないということでよろしくお願いします。みさみさにかかってるよ。私、誕生日いつ？12月6日皆さん12月6日ですって、よろしくお願いします。まあちょっと先だけど、まあ、貯金できる、貯金できるね、うん、毎月、あと毎月ね、5ヶ月で頑張って貯金してください。毎月ね、5000円ぐらい貯めればブロックションだよ。いけるいける、いけるいける、送るのね。そうなの、ね、大丈夫。あ、誕生日しょって、誕生日しょ、あら、あ、もう、やった、あれはすごいね。じゃあ一緒にお祝いしましょう、ね、お祝いしましょう、ね、しましょう。私誕生日一緒にしました。嬉しいね、それ。あ、私おばあちゃんが誕生日一緒で、え、じゃあおばあちゃんとも一緒なの。トリプル、トリプル、トリプルじゃん。よく、すごい、鈴原ご一家と、そうそうそう、鈴原祖母と、祖母と一緒の誕生日、おめでとうございます。やったやった。あとね、嬉しいことにね、ツイッターフォローしてくれた方がいました。ありがとうございます。ぜひ激撮りでね、検索して、はい、皆さんもフォローしてください。よろしくお願いします。はい、そろそろ、そうだね、そろそろね。で、あとドリンクがね、あと1000ポイントぐらいで課金されるみたいなので、はい、ちょうどね、もうちょっとで、あ、もうか、延長モードに入るのでね、ETS モード私たちも入りたいので。私まだ入ったことがないよ。 あ、そうだよ、飲んだ。サオリ、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 そうなんだよ、ちょっと、サオリ、飲んだサオリ見たことないもん、あんまり。あの、私あんまり言わない人、そうなんだよね、強いね。ちょっとこの間、打ち上げの時に、あの、隣にマリコ様がいて、うん、ちょっと私はちょっとマリコ様に飲ませすぎてしまって、自分はあんまり酔ってないけど、マリコ様酔ってるみたいな。怖いぞ、これは。怖いぞ、こいつ。怖いぞ。しかも、飲んでる方がいらっしゃる。いいな。ね、いいな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 。何飲んでるんだろう。あ、じゃあ、はるか。あ、はるか、はい、バトンタッチかな。バトンタッチでいきましょう。じゃあ次は、リホ役のハルルーン。大丈夫？はい、ハルルーン。はーい、すごいいっぱい持ってきた。なんかいっぱい持ってきた。ありがとうございました。ありがとうございました。ちゃんからいただいた、あ、リボンだ。
そうなんですよ。全部リラックマだ。そうなんです。オールリラックマじゃん。リラックマが大好きなんですよ。へえ、はい。そうなんだ。そうなんです。そうなんですよ。はい。こんだけ身につけてればね。そう。好きなんだろうな。リラックマ教ですよ。飛んだ。クマ。クマ。え、いつから好きなの？ずっと？あのね、高校生時代から途端に好きになったね。そうなんだ。一目惚れ？うん、一目惚れじゃなかった。あの行き着くまでは長かった。長かった。何、うん？結構ね、3年ぐらいかかったかな。へえ。なんかあいいなと思ってたら、気がついたらそばにいっぱいいた。なんだよ、なんだよ。聞いてるような感じ。友達以上恋人未満で3年くらい。そうなんだよ。そうなんだよ。なんだけど今はもうね、私のそばにいるのは一番いるのはリラックマです。リラックマじゃん。はい。いいよ、まだそう。で、私、個人的にライブたまにやってるんだけど、その時に、リラックマの着ぐるみを姉から強奪しまして、強奪して、はい、お姉様のだったの。なんか写真あげてたんですね。若者顔で写真あげてたけど強奪しました。お姉さんのだったんかい。はい、あの着ぐるみいいよねって言ってる人のやつを借りました。お姉様、はい、それがあれです。返してねって。返してあげたの。ちょっと考え、うん、返してない。もはや私のもの。もはや私のものなので。でもね、あれで、まだ私が着てる分にはいいと思うけど、うち姉と3歳違いなんですけど、まあ、年齢私隠してないからあれだけど、うちの姉が25なんですよ。25歳ので、私よりもギャル系だから、ギャル系の姉が着てるよりも童顔系の私が着てる方が多分似合うと思うので、このまま私にください。お願いします。お姉さん、ぜひ奪い取ってください。お願いします。やめろ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 。そうね、鈴春のお姉ちゃんライブ会場いらっしゃってたよね。はい、いました。ありがとうございます。いろんな、いろんな、いろんな方にありがとうございます。なんです本当に。はい、ね、そんな感じです。ねねねね、あ、やったー、飲むよー。ありがとうございます。ドリンク開放です。ありがとうございます。やったー、ありがとうございます。皆様、早速手にお酒を持ってください。お酒、あ、ビール来たよ、ビール来た。アルコール、ビール飲む。あ、いいよ。私ね、今日ちょっとね、禁酒なので、これでいきたいと思います。お水ね、お水。じゃあ、私はすりおろしリンゴはね、すりおろしリンゴ、これ私のだから。あ、みゆちゃんのなんだ。はい、リンゴよ。じゃあ皆さん、 ETS モードの説明をまず。あ、そうだね、いただいて。そうです、 ETS モードとは、はい、ドリームクラブの元々のね、ゲームにね、そう、あるシステムなんだけど、普通にこうやって会話しているときに、女の子のね、こうお酒ゲージが上がっていくと、女の子が酔ってくるわけですね。それを ETS モードって言います。だから酔ってふわふわなほろ酔いの女の子と話せる、その ETS モード、今まさにね、 ETS モードに突入したので、私たちも飲みたいと思います。それでは、はい、鈴春、リファ役鈴春に温度を取っていただきたいと思います、はい、いくよ、はい、では行きます。はい、ねえねえ、神様あってすごく意地悪なんですね。せーの、乾杯だ。種類のノートを買って、で途中で使い
止まってたりとか、あと全然使ってなかったりとかもするんだけど、そう使わないノートがいっぱいある。へえ、そうなんだ。でもいっぱい欲しいんです。リラックマにね、あふれたい。え、今一番欲しいリラックマグッズとかあるの？これ目つけてますみたいな。キーホルダー系とか、あと引き用具系はね、常に欲しい。使うもんね、身近に置けるし。そう、リラックマのシャーペンないけど。あ、シャーペンはね、うちに置いてきちゃったの。あ、そうなんだ。シャーペンあるのね、じゃあ。この、そう、このセットと一緒にいただいたんだけど、なんか全然。使ってないっていうか、私クルトガが好きだから。ね、クルトガ。あ、クルトガっていうね、引き用具がすごい好きで。ないよ、これ、あ、出たこ。あ、停電力モード。あ、でも動いたよ、よかった。ここ私が止まってたから、止まってると思っちゃった。でもこのね、シャーペンすごい使いやすいってみんな言ってる。そうそうそう、そうなんだ。すごいいいんですよ、これが。これのリラックマ柄のが欲しいっちゃ欲しいんだけど、なんかちょっと、あるしみたいな感じで、自分で買うのはちょっとみたいな感じ。そういうことね。そう、某コンビニのリラックマグッズのフェアはいつも私参加してて、グラスから、そう、グラスから、どんぶりから、何から何まで収集しちゃう。あ、そうなの。頑張ってます。すごいね。今はね、スヌーピーだからね。もう、あ、お休み期間。お休み期間。お休み。あ、じゃあお金貯めてください。お金貯めてます。はい。そんな感じです。ちなみに、なんかグッズ収集でも同じものを2個持っておきたいっていうのもあるじゃん。ないね。あ、もう各1個ずつでいいんだ。うん。あ、なるほど。別の。別の、そうそうそう、やつなんだよね。リラックマのグッズ、いっぱいそうだけどね。いっぱいあるね。なんか、しかも文房具が結構多くて。そうなんだ。そうなの。そうなんですよ。じゃあ、かぶらなそうだからね。そう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 。かぶらないものをぜひね、もらいたいね。いただきたいね。いただきたい。着ぐるみ。あ、いいね。そうだよ、そしたらお姉さんに返せるじゃん。そう。あー、でも返さない。お姉さんに新規を返してあげて。お姉さんに新規を返してあげて。ね、新しいのね、ぜひくださいね。なんか夏だから着ぐるみいっぱいいっぱいだとなんかちょっと暑いから帽子だけのやつとかないかなと思って、ドンキとかいろいろありそうだよね。なかなかちょっとね、足がタオルとかでもいいんじゃない？あ、タオルとか欲しいかもしれない。そう、キョロちゃんに誕生日プレゼントでね、あのタオルをいただいて、そうだったんだ。今使っております。お、へー、ちなみに二人の欲しいものっていうのは、お、欲しいものか。欲しいもの？私たちの、譲り合いが精神、譲り合いが。いいよ、見たの。私ね、欲しいものっていうか、まあ、探してるものなんだけど、私あの抹茶が大好きなの。抹茶味のお菓子とか、もうお抹茶自体も好きだし、だからすごい見かけると抹茶のものに手伸ばしちゃうんだけど。これめっちゃ美味しいっていう抹茶味のものにまだ出会ったことがなくて、結構ありそうだけどね。なんかね、結構か、なんだろう、こう抹茶特有の苦味が あるお菓子とか、全然それを感じさせない甘いお菓子とか、いろいろあるんだけど、本当に抹茶って感じのお菓子が食べたくて。あ、じゃあ結構もう甘い系とかじゃなくて、抹茶ですよっていう。そう、抹茶抹茶してるやつ。そうなんだ。食べたくて、だからよく私、まあ、最近聞いてないんだけど、前はね、月1、2回京都に行ってたの。京都大好きで、そう言ってたね。京都行って、私と一緒に行くんだろ。私も好きだけど京都。え、京都みんなで行こうじゃん。みんな好きだって、みんな。みんな好き。そう、京都大好きで、京都行くたびに、あ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい。いらっしゃいませ。あ、いらっしゃいませ。そう、なんかさ、抹茶のお菓子好きな人とかにさ、疑問に思ってるんだけど、抹茶じゃダメなの？え、抹茶じ、お、あの、何？お抹茶？お抹茶自体。そう、もう、そう、お茶自体を飲むんじゃ物足りないってこと。あ、それも好きなんだけど、私それを飲む機会がないのよ、なかなか。お抹茶自体を。あれでしょ？ね。あ、そう、萌えぴーがね、お茶やってるんだよね。お茶立ててるんだよ。お抹茶立てれる？あ、本当？じゃあ立ててる。え、みゆちゃんも立てられる？めっちゃ立ててるね。すごい道具だった。みんなは、あ、おいでおいで。おいでおいで。あ、なんで、京都、もしかして京都に住んでる方いらっしゃる？この方。京都が実家。京都、え、もしかして京都住みの人いるのかな。ちょっともし京都で、はい、おすすめの抹茶のお菓子とかあったらぜひ紹介してもらいたいんですよね。ね、私本当に京都大好きで。そう、京都ね。そう、時々なんか出店してるやつ。そう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 。すごい美味しくて。そう、まあ、京都の和菓子もね、本当に可愛いのいっぱいあるから大丈夫みんな。なんか京都激取り京都ツアーとか
京都巡りとかいいですね。やりたい。もうね、もう神社とかも大好きだから、もう京都に住みたいよね。ほうじ茶アイスが好き。あ、ほうじ茶アイスも美味しい。私京都に住んでた人だから。そうなの、住んでたの、知らなかった。ちょっと何言うの。4年京都に住んでた。初耳だよ。ちょっと大きくなるから。なになに、マールブランシュかな。あ、マールブランシュ、何それ。今度、あ、今調べてみます、ちょっと。ありがとうございます。ね、はい。いや、本当に、マジで4年間京都に住んでたの。そうだよ。私、京都に住むの夢なんだよね。色恋者の言い方が、なんか今、ちょっとね。どうした。京都に憧れます。すごい、京都に。あ、なんか美味しそう。ちょっとおかしいみたいで、ごめんなさい。
店舗、アニメ店舗とかにね、これから置かせていただくと思うから、それでゲットしてもらって。またね、置いたらね、報告をね、ツイッターの方ですると思いますので、取りに行ったりしてください。アニメイトとかに置きます。アニメイト。多分。はい。じゃあね、最後にもう一回、裁判について説明して終わりにしましょうか。はい。はい。ではね、一番直近の、裁判といえば、はい、7月14日だよね、ののの、ね、はい、はい、のののだよ、のの の, の, の7月14日です、木曜日、これかな、うん、じゃらん、でれん、でれんでれん、アイドルフラワー、フラワーシャープ2、シャープ12かな、あ、違うね、12でした、うん、12 会場19時四ツ谷ライブインマジックです。さすが荒くて見えないんですよ。見えないのか、まあね、あの公式ホームページに載ってると思うので見てください。はい、あと、7月、何日だっけ、8月24日に、のののあいりの合同撮影会もあります、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、フライヤーのね、この画像がね、ホームページにもしかしたら載るかもしれないので、ホームページ絶対チェックお願いします。はい。またね、載った時はまたお知らせすると思いますので、はい、チェックしていただければと思います。はい。というわけでね、はい、もう締めに入りたいと思いますよ。はい。本日の激撮りショールーム展の放送を終了いたします。今週も楽しんでいただけましたか？楽しめましたか？はい。これからもね、全劇団メンバー一同、対バン撮影会、それに特別な会場のライブに向けて、頑張ってまいりますので、はい、ご声援よろしくお願いします。今後の対バン等の最新情報は劇団ドリームクラブ公式ホームページに詳細がね、随時更新されていくので、ぜひご覧ください、ね、チェックお願いします。はい、次回の放送は来週の火曜日、同じ時間、21時半に、はい、放送になります。また来週お会いいたしましょう。はい、では本日はご来場ありがとうございました。これにて閉店です。はい、バイバーイ。